屋久島は海上自衛隊の掃海艇。平島型掃海艇の2番艇。艇名は屋久島に由来する。ウグル型海防艦、宇治島型掃海艇、屋久島は津島型掃海艇、屋久島に次いで日本の艦艇としては4代目。屋久島は平成17年度計画掃海艇394号艇として、USC 京浜事業所で2006年5月17日に起工され、2007年9月26日に浸水、2009年3月6日に就役し、掃海隊群第2掃海隊に編入され、佐世保に配備された。2009年12月8日、長崎県沖で墜落した第22航空隊 SH-60J ヘリの捜索に、参加2011年3月11日、発生した東日本大震災の災害派遣に参加。同年7月14日から7月26日、みちのく湾で掃海特別訓練に参加。2012年2月1日から2月8日、伊勢湾で対機雷戦訓練に参加。同年11月17日から11月30日、日向灘で機雷掃海訓練に参加。2014年2月1日から2月8日、伊勢湾で平成25年度機雷戦訓練に参加。2016年2月1日から2月10日、伊勢湾で平成27年度機雷戦訓練に参加。2017年2月1日から2月10日、伊勢湾で平成28年度機雷戦訓練に参加。機雷戦訓練終了後、佐世保に帰島中の2月12日午前8時45分頃、室戸岬の南方約 10km で、甲板作業中の乗員が海中に転落し、行方不明となった。呉地方総監部と高知海上保安部の艦船30隻長と航空機で捜索したが発見に至らず、1ヶ月後に捜索は打ち切られた。ありがとうございます。